の天チム29がツイッターでマッチングアプリを体験したことを明かした。天チムは先日身バレ徹底してマッチングアプリを経験してみたんですが、成功をつかむ話を熱弁され、しまいには大商品を押してきてやたらサイト登録を勧められましたと驚きの展開を投稿。さらに、そう、私のマッチング相手は正真正銘マルチ商法男だったんで、身バレとかもういいやと思って自分のプロデュース商品を勧め返しときましたと、最後には自分の身元がバレても構わないと開き直って勧誘返しをしたことを明かした。これにはフォロワーから勧誘カウンターですね、最高とてチムの対応を称賛する声が寄せられている。